何からしましょうか。普通に揚げるやつからいきましょうか。はい、これを、はい、ガチモチでいいんで、重心の話してましたっけ。はい。重心が、今、ここにあるのを、はい、こっちに来たの分かります。はい、はい、分かります。で、これ、ここで揚げると、ああ、はい。いますね。はい。これがまず第一段階で。はい。で、ですね、それを今日来る途中にやってたのが、待ちましょうか。この状態でね、これこっちに来てるの分かります？あ、なんとなく、はい。そうですね、はい。はい。これは重心じゃないんですよ。はい。自分がこれで来るだけで。ああ、はい。はい、はい、はい。で、それを常に作っておくんですよ。はい。これをこう、上げるだけで。これをね、先に進めたいんですよね。はい。常にあるんで。はい。これも上がるんですよ。はい。これを、あるものを、自分の真ん中でこう、上げると、もっと上がる。これが、こっち側でも、もうここに、あるんで、はいはい、これをこれ、こう落とすと、落ちるんで、はい、で、それが、胸パンですかね。はい、パンチを、打ってもらっていいですか、はい、パンチを。はい。秋田さんが打ってもらっていいですか。あ、僕は。はい。これ、打てるんで、はい、あ、打つんで、打つんで、これで、ここで、あ、はあ、はあ、わかります。ああ。感覚違うの分かりますか。はい。普通に、これで、何も起きないのも、ここで、入れると分かります。これをね、これがだからどこでも、こう、持ってても、こう、これで、なんとなく分かります。めっちゃ崩れます。はい。この、緩みというか、はい、その緩みはね、重さとは多分違うはずなんですよ。はい、重たくないですもんね。全然重たくないです。これで、これで落ちるんですね。ああ。だから、重力による重さではなくて、はい、まあ、つながるっていう感覚なんですかね。ああ。それが、手のつながり、足のつながり、はい、あとはね、ここ、上顎関方向って、ここで、こうつながるんですよ。よくわかんないけど。ここがつながると、もうだいぶとつながるんですよ、これ。この状態でこう触れたら、全部が、なんか変な感じですよね。銃が、いけない。どんな感じで崩れます？あ、もう一瞬でカコンって、あのバランス崩れますね。何もしなかったらこんなやっぱり。いやいや、絶対崩れない。ですよね。絶対崩れない。だから、前だったら脱力で繋げてないですか。はい。で、脱力で繋げるんじゃなくて、はい。普通に、今ここだけを見にしてるんですけどね。はい。ここを緩めて腹で繋がって、お腹で出すところで落ちるっていう。はい。はい。これが多分何でも、普通にパチさんと、はい、これで、落ちると思うので、それを、ここにあるんで、はい、これを上げて落としても、これで。ああ。で、そこで、ここが、なくなったら、これはなくなったらなくなるんですね。なくなったら分かります？はい。ここにありますよね。はい。これもなくすんだって。めっちゃ崩れます。この支えがなくなるっていう、はい、どっから崩れます？崩れるのはね、上からですね。下ではなくて。もう一回いいですか？ここであるんで、はい、ここで。ああ、ここですね。足の。ああ、結構、いや、全部取れてるんですね。はい。これが、雑だったらこの辺なんですよ。ああ、足ですね。
ああ、もっともっと。何パー取れてるか、杉田さんの。95% ぐらいなんで、それを 100% にする。ここで多分100ですかね、これで。まだこの辺ですかね。足の裏まで行きます？いや、足の裏の方わかんないですけど、足の方も先の方っていうのもわかります。潰れるのは。これでいいですか、じゃあ。はい。あ、片手で行きましょうか。はい。あ、両手で、はい、片手で。これで、まあ、こうぶつかりますね。はい、はい。この感じなんですよ。はい。うわー、これで。足の裏からいきますかね。これ足の裏ですね。ああ。はい。だから、ただあの、全部を持ってたらもうこれで落ちるんですよ、これで。思って、この瞬間も全部来るんで。崩れますね。耐えられへんですね。はい。何もしなかったら、こんなん。はい、いや、耐えますね。ここでぶつかる。これで落ちるんですね。途中でオンオフの切り替えも結構早くなってきたんですよ。ああ前まではこう、しっかり準備して、ああだこうだ、ああだこうだって言ってるんですけど。はい。パパって。多分ね、1秒かからないと思うんですよ。ああ、ですね。でも 0.8 秒ぐらいですね。それをもっともっと早くしたいんですけども。それで、ぶつかりますよね。はい。ぶつかりますね。はい、それでもう、落ちるんで。ぶつかれないですね。ああ、そうですね。そうですね。ですんで、あの、全く支えがなくなるんで、崩れ落ちていく感じですね。それが、パンチでこう、伸ばしてても、はい、ぐーでも、これでなくなりますかね。まあ、その瞬間を捉えればいいんですけど、多分、それが例えば、手が伸びるじゃないですか、はい、グーで、はい。それが、これでも、落ちます、ある程度。そうですね、一瞬ファンって。ああ、それをだから抜いてて、これだから一瞬でやらないんですけど、まだ、これで、まだちょっと繋がりが弱いですよね。ああ。それをもっと上げなダメなんですけど、みんな何がダメだったんですかね。いや、全然あかんことはないです。もう、こっち側ですか、ゆうさん。はいはい。もう右手が、左が下手なんですけど、はい、右手をこうパンチで伸ばしますから、違う。こうで止めるんで、腹で、どこでもいいと思いますよね。腹に持ってく。これで、やっぱこっちの方がうまいですよね。はい、こっちがまだ下手なんですよね。右は落ちます。はいはいはい。100% だとしたら、左は。右は全然、いけますね。半分ぐらいですか。50ぐらいなんですね。それはなんでダメなんですかね。通ってないから。操作してるから。なんでなんですかね。左手でやっ思ってますか、はい、止まりますね。はい。これはだから直さないんですね。右とは思う。右は多分、これで落ちますもんね。左がだからまだ下手なんですよ。だから。左も。へへだというか、右が多分すごいんやと思って。左を右と同じレベルまで上げたら多分また、もう一個先が出るんですけども。はい、だから、左ばっかり練習したらいいんですかね、じゃあ。筋トレでいいと思う。いや、あの、左が右のレベルまで上がらないと多分。ああ、筋トレにならない。次に行かないと思うので。これはなんでなんですかね。これで、持たれてる感じがね、全然違うんですよ。はい、これもうないんですよ。もうわかります。これあるんですよ。はい。これどこがおかしいですかね。関節違いますね。自分がおかしいです。皮膚です。どこなんですかね。緊張でもないですね。何なんでしょう。難しい。何なんでしょう。何が硬いんでしょう。硬、まあ硬いですよね。多分感覚があるということは、どっかが硬いんだと思うんですけど。ああ、これが、これまだ硬いですね。はい。これを、こうなると。うん、はい。だいぶ、それだと。はい。今のは。似てますね。はい。多分ね、全部取るっていう感覚が、こっちはあって、こっちがない。ないね。それを、できるようにする実験、エルゴできますね。
全然もう起きてるはずなんで、はい、できてますね。落ちますかね、はい、でもちょっとやっぱできますね。まあでもいいのがやっぱ精度はめっちゃ高いですね、はい、高いです。それでこれだとダメじゃないですか。はい、でダメです。これだと、はい、いけますね。ちょっとまだ硬いですね。そう、若干硬いですけど、それでも全然さっきに比べたらもう全然いい。じゃあ右が100だと何パーですかね。パーセント90%ぐらいですね。はい、いけてると思います。それを100にするにはどうしたらいいかですね。ああ、これで 90%、93% ぐらいですね。この抜きが、結構ギッと持ってないですか。はい。じゃあ、こう浮かせて。あ、これだと。ちょっとまだぶつかりますね。若干そうですね。90以上ある、91、92ですね。100にならないですね。どうやったら100になるんでしょう。硬いという、ちょっとズル使いますね。はい、いいよ。ああ、はい。ここから綺麗なんですね。力ですね。こちらですか。はい。ああ、はい。ちょっとだけ分かりました。この、これが、それの、あ、抜き。はい。あ、はい。これで100になって。いけてると思います。100ですね。いけてると思います。199ぐらいですね。まあ、けどほぼほぼいけてると思います。これの感じだと思います。はい、この、はい。それを、また左パンチ、あ、右パンチですね。はい、これで、普通、これもね、はい、あの、普通、下手にできないですね。普通、こうじゃないですか。はい、この、ぶつかるじゃないですか。はい、これを、こう。ああ。ここで、胸を押す。あ、はいはいはい。今のですね。気持ち悪い感覚ですね。だからこれを手で受けたら。はい。はい、こんばんは。ぶつかるじゃないですか。これを、これでぶつかるんです。はい。で、何もしなくて、あーで。これは気持ちが、煙みたい。はいはいはい。はい、どうも、あ、どうも。これを、わーっと待ってですか。はい、こんばんは。これで、落として、北さんで、こう、落ちるわけですね。あ、すいませんね。で、だったら、それなりのレベルですよね。はい。もう、結構、右にほぼほぼ、近いと思います。はい、はい、はい。左で、これでも、打ちますよね。もう結構、もう、それでも結構来ます。はい。ああ、すいません。これを、これでも落ちますよね。もう、あえて。落とす。これ、慣れてきたら、こう。ああ、でも。これを、どこで合わせるかなんで。この、積んでのところで、パンって、いくのか。まあ、そうですね。多分ね、ここでも落とせるはずなんですよ。ああ、もっと手前、僕の方よりですか。そうですね、あの、触れなくても多分、それをやりたいんですけども、はい、ちょっとまだできないんですよ。それでも結構、ふわーっと開きますね。あ、ちょっと気持ち悪いですね。ここで。あ、わかりました。北さんを見てるからなんです、これまた。北さんという物質を、北さんの体ではなくて、はい、北さんの重心の落とすで、結構落ちますかね。はい。それを触れた瞬間に、それでもう落ちますかね。
こうしなくても。落ちますね。あれで、はーで。触れる。逆にこう、上げるだと。これを、はーで。これも痛いです。いけたよ。これを上げる。上げるのは難しいですね。ああ、ごめんなさい。それこうしたら、こう上げといて、ああ、ごめんなさいね。操られてますね。ああ、そうやって下げる。はあ。それを、おぉ。まだ硬いですね。いや、勝負中だよ。ああ。名前ってもあれですね。当たる気せいです。当たるのはってないと思います。それを、ちゃんと真ん中をね、取るっていう感覚で。これ多分ね、今あるのは、ワンツーですかね。はい。パンですね。あんま変わらないと顔まで怖いんで。ああ、はい。これで、正中線でこれで落とす。今、正中線しか見てないんですよ。そうだね、見てありませんでしょ。正中線で守って、はぁーって。これが、相手の正中線を捉えるって。はい。やつで、あれだと、あんまり当たらないんですね。ここで、これが正線を捉えています。で、ここの空間を、空間を変え、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ああ。空間が変わったのわかります？はい。ここで。もう僕がカレンジャーされてます。そうですね。空間をぐるぐるぐる、それを、ああ、これで、止まります。はい。ここで、うわぁ。今のが、ここの空間を変えるやつです。今度は、方向を変えるんです。はい、はい。ここからまで下手なんで、方向を落とす感じですね。皆さんの、はい。エネルギーの方向を、落とす感じですね。これは方向を変えてます。そうですね。もう完全に僕は強いで。はい。ね、はい、こっちめっちゃ。ああ、すいません。で、今度はここで、距離をこう、距離を変えるらしいんですね。はぁ、はぁ、はぁ。僕は下手なんですよ。ああ、いやいや、動けないですね。距離をもうこれ先にこう当てる感じで。はぁ。でよ、もっともっと寝て、はぁ、で、これがさーっと落ちるんですね。すごいね。一気にボンって今、ちょっと少し上がったんで、ね。ありがとうございました。助かりました。いい